平野のし人宮じ歌元金プリうが合流で滝沢秀明 vs 全面戦争へあえ、スノウマンが映れば業界再編、の大マジご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってキーエヌ、ジー、アンドスから脱退し、 ジャニーズ事務所を退所した平野志洋26と神宮寺ゆ太た25が滝沢秀明氏41が3月に設立した株式会社トベに合流することになるという驚きのニュースを6月18日配信の週刊女性プライムが報じた。現在トベでは新人発掘オーディションを開催中だ。 記事によると、神宮寺と平野の合流は、金プリ脱退や退所前から決まっていたわけではなく、5月から6月にかけて、二人の家族も含めた打ち合わせが何度も行われ、6月上旬に話がまとまり、エージェント契約を結ぶことになったという。戸部に所属するわけではなく、平野が個人事務所を立ち上げ、神宮寺はそこに入るという形になるとされる。 当初滝沢さんはジャニーズ事務所と喧嘩しないためとべ、所属の男性アーティストは海外での活動がメインになると見られました。ところが平野さん、神宮寺さんが合流。さらに、週刊女性プライムには、平野さんは9月30日をもってジャニーズを退場する岸優太さん、27のことも考えているのでは、とあり、3人集結の期待が高まっています。 加えて5月25日に退場したジャニーズ JR、うちユニット一パッチと RS の7人の合流も確定的だと言われています。これは客観的に見ても、とべ、はジャニーズとバチバチにやるつもり、と思えてきますよね。ワイドショー関係者。 四角イムパクト ORS は新曲を収録済み、まだ退除して1ヶ月も経っていないものの、業界関係者の間ではイムパクト ORS の7人が本格的な再始動と合流が進められていると囁かれているという。実はイムパクト ORS だった7人は、すでに3曲もの新曲を収録済みだというんです。 収録が行われたのは東京杉並区にある音楽スタジオ。そして驚くべきことに収録を含めた楽曲制作の制作費を持っているのが飛べだという話なんです。彼らが飛べに合流するのは間違いないでしょう。平野さんたちと同様に所属ではなくエージェント契約という形になる可能性もありますが、レコード会社関係者。 四角タッキーはジャニーズとの全面戦争も覚悟か平野や神宮寺イムパクト ORS のみならず元 V6 の三宅県438月末でジャニーズ事務所を退所する k i 2の北山博光37だが合流するという報道もある。滝沢さんと名優関係にある三宅さんは個人事務所を設立しましたがほとんど稼働がありません。 それは、近未来的な滝沢さんとの合流のため、とも見られています。また、滝沢さんを主としたい、滝沢イズムの継承者とも言われた北山さんは、かつて滝沢さんのラジオ番組に出演した際、もし何かあったら、何でも言ってきてください。すぐに飛んで行きますとまで宣言していました。彼も駆けつけることになるのではないでしょうか。前でのワイドショー関係者。 5月25日発売の女性セブン小学館によると滝沢氏は東京や大阪、福岡など複数のドームを抑えて来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画しているとされる。もうここまで来たら滝沢さんもジャニーズとの全面戦争も覚悟しているのではないでしょうか。 とべ、が本格的に動き出すことになれば、それこそ業界再編が本気で起こることになると見られています。その裏には、ジャニーズ事務所の弱体化もありますよね。前でのレコード会社関係者。四角ジャニー氏の課題問題は全く収束へ向かわず。2019年7月に創業者のジャニー北川氏、去年87、が制御してから、ジャニーズ事務所から、 退場者が続出。さらに、今春からジャニー氏の所属タレントへの課題問題に大きな注目が集まっており、事務所の存亡にも関わるほどの事態へと発展している。イギリス公共放送の BBC は6月17日。 ジャニー氏の課題問題について取材したドキュメンタリー、J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル、プレダター、The Secret Scandal of J-POP を日本語字幕付きで YouTube に公開。事態が収束する気配は全くない。関係者の間では万が一にもスノーマンが飛べ、移籍することになれば、ジャニーズ事務所は日本芸能界のナンバーワンプロダクションの座から転落する。 とまで言われています。スノーマンは今やジャニーズでもナンバーワンの人気を誇り、CD やグズの売り上げ、コンサート動員などもトップクラス。会社の屋台骨を支える存在へと成長を遂げましたからね、全能。 近く、エンタメの未来はスノーマンにしかない。スノーマンは滝沢氏がプロデュースを手掛けた初のグループであり、滝沢氏主演の舞台、滝沢歌舞伎、を JR 時代から支えた存在だ。滝沢氏が芸能界を引退してからは、同舞台を引き継ぎ、滝沢歌舞伎ゼロで主演を担当。 その舞台も4月30日の滝沢歌舞伎ゼロファイナルをもってシリーズは終了を迎えた。グループの活動は目覚ましいですがここも大活躍。目黒連さん26はドラマや映画で大活躍。ラズールさん19はファッションモデルとしてパリコレのランウェイを歩いたほど、さらに4月11日からゴールデンに昇格した冠番組。 それスノーマンにやらせてください。も絶好調。佐久間大輔さん、30、と宮舘良太さん、30、は、ラビット。向井康二さん、28と目黒さんは、アイアム冒険少年すべて TBSK、と、バラエティでも大活躍。エンタメの未来はスノーマンにしかないとまで言う人もいるほどです。前でのレコード会社関係者。 四角スノーマン外籍となれば、業界勢力図は一変。確かに、そんなスーパーグループになりつつあるスノーマンが恩師である滝沢氏の元へ行くとなったら、業界の勢力図が一気に変わってしまうことになるだろう。テレビ局だってジャニーズ事務所だからというよりは、スノーマンという超人気グループに乗っかりたいという思いが強いでしょうからね。 彼らが、飛べ、認識するとなったら、飛べ、に乗っていきたいとなるはず。2月8日に行われた、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの制作発表会見では、渡辺翔太さん、30、がタッキー見てるタッキー会見してますコン。頑張ります。とカメラ越しに呼びかけたことからも伺えますが、今でもその関係は良好です。 彼らが、飛べ、2合流する可能性は、決してゼロではないでしょうね。全脳、滝沢氏は水面下でスノーマンの遺跡を計画しているのだろうか。もしそれがなった時は、日本芸能界に大きな地殻変動が起きているだろう。四角、驚異的なスタイル。ラウール、超絶ロングビアシツユなぴったりエナメルパンツ姿。 ラウールは自身のインスタグラムでアーティスティックなファッションに身を包んだ姿を頻繁に公開。ファッションモデルとして世界的な活躍をする日も近そうだ。